はい、エンジョイランのリョウです。今日もストレッチやろうぜ。今日は何する？太ももを内側やりますかね。太ももの内側どうやってするか、私が最近凝っているというかとっておきのやつを紹介します。太もも内側って言ったら、まあ、これもまあいろんな方法があるんですけども、とても簡単な方法でいけば四つん這いになって、こっちの足やりますね。とりあえずまあこう開きますよね。ここね、開きました。こっちの足のストレッチ、内側をストレッチこれからしていくためには反対の方の足を一回立てます。でこのままこっちへ体をギュッて倒す。で少し体を起こしてやる。そうするともうこれだけで内側のストレッチが出来上がりです。これね、体の硬い人この形多分できないです。体の硬い人は前のめりで結構です。手をついた状態で構いません。とにかくは不安定にならないように、安定感を作ってください。これね、こうあるでしょ、こっち出すでしょ、このままギューって動く、このままで、ね、結構です。このままでね。そうするとここの太もも内側がビューって伸びてきます。でこれももちろん4つで吸って6つ吐きながら徐々に筋肉を伸ばしていく。伸ばしきったところで体は静止で、4646いきますね。以上。いわゆる内転筋と呼ばれるストレッチですけどもね、まあ、他にもねいろいろあるんですよ。あるんだけどもね、このやり方が一番簡単です。もちろんね、この反対側もね、反対側もやっていただきたいんですよ。これが少し慣れると体を起こす、起こすで、ここをグッとこう押さえ込むというようにすれば、これまたね違うところが伸びていくんですよ。太もも内側の筋肉ったって結構大きいし、それから一つじゃないんですよ。なのでこれももうご自身でね、もうとにかく体感することが一番いいです。この映像を見て、ああなるほどなるほどって思ってもできないでしょ。実際やってみて初めてわかることじゃないですか。やらないで頭で考えて、ああそういうことかで、消しちゃうと見なかったのと同じということになりますよね。まあ、実際、まあ、ちょっと軽くやってみて、で自分に合うなって思ったら取り入れてください。合わなければパスしてもらって、内転筋のストレッチでもこれだけじゃないです。他にもいろんな方法があります。これからこうやって、部分部分で、ちょびちょびと排出していきます。今日はこれまで。ではまた。